格付け大手フィッチ・レーティングスは1日アメリカ国債の格付けを最上位の AAA から AA+、A、に1段階引き下げたと発表しましたフィッチはアメリカ国債を1段階格下げした理由について今後3年間で予想される財政状況の悪化や政府債務の負担増の影響を考慮したとしています アメリカ国債の格下げは2011年に S&P、スタンダードプアーズが実施して以来12年ぶりです。これについてアメリカのイエレン財務長官は、フィッチの格下げは恣意的であり古いデータに基づいていると反論し、強く反対するとの声明を発表しました。